後ろ塞ぐ感じで。あ、ラテラダさんに後ろをやられたけんな。後ろ塞いやる気になる。あれな、左側に岩があるんよ。うん、左タイヤみたいなね。それで苦戦するよ。知っとる。知っとんかい。知っとるわ。どれだけ人を荒れてやったの。面白ねーの。どこの地形は全て把握できるんだ。面白ね。それにしてもちょっとでも、あの雨が降ったんでちょっと地形変わったな、それでも。うん、もう追い上げればいいよ。むしろ塞いであげる。タイヤの抵抗を減らすか。なるべく厳しいところはステアリングがまっすぐになるライン組み立てが左前はありますな。傾けたら今度トルクフローを起こすし、傾けスピンで行こうと思ったら引っかかるし、だからちょうど中間でかな。岩にタイヤポツポツ当てながら、あのそこで止まっちゃいけない。台風とか来たら結構な勢いで水が流れてくるところやからな。あんま地形がよく変わるな。地がサクサクらしい。こういう道俺好きやけど、こけたらダメージあるかな。はこけたらそれはまあちょっとふかふかだから、ね、ダメージとしてはそんな大きいわない。ただあのとんがった石が刺さる。あ、だるな。ああ、逆利やな。無理よ、しょうもねえやつ。ちょっと待てよ。ちょっと待って、後ろが下がってくるかもしれない。ちょっと。ついに30度以上の天気で、それが降ってたり。この辺で安心して攻めれるか攻めれんかやっぱり大きいな。左抜けるショート。諦めた。でもここ左上上がるよったよな。人間は見えんけど、画面越しに見える。何をしょんだろ、ほんま。シートベルトパンパンで身動きが取れんのだけど。こうか。見えんな。シートベルトあれ、これをシートの裏に回し。知っとる。両手が完全に開いている。いいか。降りてさ、それもうできるんか。